はい、いちごがですね、まだしっかり実ってます。花が次から次にこうやって上がってくるんですね。そしてこの花が大体開花してから20日もしくは25日ぐらいで色がついて売れてきます。今ほらこれ分かりますか、これ今白くなってるやつ、これがこんな風にだんだん赤くなってってこんな色になっていくんですね。これでもまだ収穫早いです。この首の下までしっかり植えた状態、これかな、こんな状態、これでも明日の朝まで待ちます。まだ収穫しないです。でも中にはですね、あ、これこれは病気です。こんなのもあります。今このハウス現在もうほぼ無農薬栽培に近いです。10月までビニールハウスをかけるまではですね、農薬をかけたりします。でも花が咲いて実がなりだしたらもう農薬はかけません。今だからこうしたカビとか腐れが出た時には撤去、もうガンは摘出します。もう農薬をかけたら全部何らかのダメージを食ってしまうので、化学物質は使わずに本当に天然由来の、虫だったら虫を食べる天敵昆虫、アブラムシだったらアブラムシに寄生する蜂を使ってます。でこの当然受粉なんかもですね、ミツバチが来るんですけど、カビはどうしようもなくて、ここはですねカビを食べる何だろう、菌糸を一応こう振ってはいるんですよね。そういった対処しながら今やってます。まあいい実がなってます本当に。